お母さんにマヨネーズ頼まれちゃって。俺ケチャップ。幸せな偶然だ。今日は神様が俺の味方をしてくれているのかもしれない。ねえ小村くん、あれなんだろう。ん、やっぱ敵かな。神様。あ、聞くの忘れてた。何かあげるって言ってたんだっけ。ご試食いかがですか。ナイス店員さん。おーっと、ボケた。チョコミエさん、あっちに肉あるよ、肉。なんかてもうすぐ。チョコレート売り場はここですか。ひ、一つもらいます。行こう、ミエさん。ごめん、チョコ作るの。え、ほら、もうすぐバレンタインでしょ。もしかして小村くん、私にチョコもらいたいって言ってた。そうでーす。バレてしまった俺の気持ち。もともと友達全員に配る予定だったよ。だから小村くんにもあげる。気持ちはバレなかったけど、そもそも全く意識されていないのか。